皆様、ご覧いただければ分かる通り、今まで耐えてきましたが、もうそろそろ限界です。もうボロボロなんです。どう考えても短い命です。ビンプ君おいで。はい、こっちおいで。新しい家来たぞ。出ろ。いやー、アマゾンのですね、購入履歴を見たら、買ったの5月ですよ。もう今回のお家は6、7、8と3ヶ月間しか持ちませんでした。皆さんご存知の通り、原因はこいつです。もうこいつが毎日毎日リフォームするもんだから、見てください、後ろ。もうクッションがなくなってレンガが見えてます。あ、そういえばビム君のその後なんですけども、結局病名はですね、胆嚢粘液脳死という病気です。若ければですね、手術なんですけども、やはりですね、高齢、そして手術のリスクを考えると、薬で治るかという状況で今、通院しております。ほんと最初の状況から見ますと、かなり数値は下がってきたんですけども、やはりですね、炎症のサインが出てるということで、今もなおですね、通院しております。左手にはですね、すぐに点滴できるように今針が入っております。ビームくんね、頑張りましょうね。はい、ということでね、名残惜しいですが、ビームくん、おうち撤去です。おい、お前もうリフォームすんなよ。それでは、新しいお家を建てていきます。おい、ビー、邪魔だ。ビームくん、もうすんなり受け入れております。どうさ、新しいお家は快適でしょ。ねえ、ビームさん、あんたもう掘るんじゃないよ、ちょっと。はい、じゃあね、家の紹介するんで、一回出てください。ビームくん、邪魔です。それではね、お家の紹介です。はい、こちら、煙の出ない煙突からの開かない窓でございます。はい、そしてね、この開かない窓からの、ビームくんの工事現場の入り口ということになると思います。ビームさん、ぜひとも今回は壊さないでもらいたい。ね、お願いしますよ。じゃあね、ビームくん、この家の正しい寝方、ちょっと見せてください。ビームくんね、これが正しい寝方のようです。これか？じゃあとりあえずアングルを変えて見てみましょう。ビームさん、なんか微妙に違うような気がするんですけども。ね。はい。あ、ちょっとね、今、自分でもそうかなという感じがしたんでしょうか。布団を直しております。掘るなよ。ね。布団を直して、で、正しい寝方。この犬の種類は、アホラニアンです。